大阪を中心とする地震については、人命第一、この基本方針で政府一丸となって臨んで対応しております。そして、まずは早急に被害状況を把握すること、そして被災者の救助救命に全力を挙げること、政府から適時適切に正確な情報を国民の皆様にお伝えすると、この3点指示をいたしました。現在被害状況は把握中でありますが、自治体と連携をしながら万全を期していく考えであります。この後危機管理センターに参ります。